み。 F1 ドライバーになるための現在のスーパーライセンス発給条件は18歳以上であるもの、自動車免許を所持しているもの、開放ミラーで2年以上の経験を有するもの、スーパーライセンスポイントを40点以上獲得したものとなっています。しかしこの規定が設けられる前、2015年にトロロッソからわずか17歳と165日で F1 デビューするマックス・フェルスタッペンにスーパーライセンスが与えられました。現在のスーパーライセンス発給条件は多くの議論を呼んだマックスの F1 デビューにより設けられることになったのです。今回は F1 に新ルールを設けさせた天才マックス・フェルスタッペンのお話です。なぜ彼は異次元の速さ、強さを身につけられたのでしょうか。マックスのこのような規格外の F1 デビューは、父親であるヨス・フェルスタッペンの存在なくしてありえなかったでしょう。ヨスは1994年にベネトンから F1 デビューを果たしていますが、ルーキーイヤーに2度の3位表彰台を獲得した後は下位チームを転々として、2003年を最後に F1 からは姿を消しました。このためヨスは自身がやり残した夢を息子マックスに託したのです。彼は息子マックスに自身が知りうる全てのことを教えます。父親の存在はカート時代に対戦する誰よりも厳しい現場監督だったとマックスが語るように、時に厳しく、レースで勝てない息子を夜まで家に入れないといったようなこともあったようですね。ブリヂストンやホンダが F1 参戦する際にテストドライバーを任されたヨスは、速さと同時に開発能力を兼ね備えたドライバーとして高く評価されていました。その的確なアドバイスは息子マックスが4歳から始めたカートでも変わることはなかったのです。12歳でカートのヨーロッパ選手権と世界選手権のチャンピオンに輝き、2014年16歳で本格的に四輪レースを始めたマックスの隣には必ず父の姿がありました。マックスが F3 参戦中のホッケンハイムで父ヨスと2人でパドックを歩いている際、ルーベンス・バリチェロやジョニー・ハーバート、ジャック・ビルヌーブといった有名人に頻繁に声をかけられたといいます。そしてこのマックスに目をつけたのがレッドブルでした。本格的な四輪のレース初参戦にもかかわらず、6連勝を含む通算10勝をマークしてシリーズ3位となるマックスに、シーズン途中ながらレッドブルの育成ドライバー入りを打診してきたのです。そして育成ドライバーとなった2014年8月13日からわずか6日後の2014年8月19日には、2015年シーズンからのトロロッソからの F1 デビューも発表されたのです。この時のことをヨスは、私は息子のためにできることは全てやった、あとは彼自身に任せるべきだと感じている、彼はレッドブルとトロロッソという正しい場所に落ち着いたのではと思っていると語り、息子マックスには、時が来れば歯を食いしばろう、だがそれまでは違うと話したといいます。厳しい環境に身を置く息子を思う優しい父親の気持ちが伝わってくるようですよね。トロロッソでの F1 デビューで史上最年少出走や最年少入賞を飾ったマックスが、レッドブル昇格となった直後の2016年スペイングランプリで最年少優勝を勝ち取ったマックスを表彰台の下から、私が常に彼の横にいても何をすべきかを伝える必要はない、どうすべきかは私よりも今は彼の方がよくわかっていると涙する父の姿がありましたね。また先日ホンダでの2勝目を挙げた際、マックスはヨスから雨の時の走り方のコツをみっちり教えられたおかげとも語っていましたね。父ヨスは偉大すぎますね。二世ドライバーの活躍が著しい F1 の世界ですが、そこには F1 ドライバーに必要な最短で最良の方法を知っている父親の存在があるのかもしれませんよね。しかしその誰よりも厳しく育てられたのがマックスなのかもしれません。マックスは確実に父ヨスの夢を叶えていることでしょう。間違いなくフェルスタッペン親子の目標はワールドチャンピオン、しかも最年少でのタイトルでしょうね。その目標のためにホンダにはさらに頑張ってほしいですね。父の存在って偉大ですよね。ミントもミントパパに会いたくなってきちゃったな。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみと。